はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？Z さんのワンピースのね、モディファイワンピースですけども、内野手用グラブ、ちっちゃいいい感じのね、ネオセイサスグラブでございますが、今日はクロスロックの一例ということで、これが全てではありませんが、 Z さんのこのタイプのクロスロックご紹介していきたいと思います。クロスロックレースウェブトップのところですね。それではどうぞ。はい、じゃあ入れていきますね。普通は親指のとこからスタートする、あるいは小指からスタートするっていうことなんですけど、これはクロスロックなんで、クロスロックのところがあるからね、ちょっと違うやり方になります。ここまず止めて、でクロスロック行って帰るんで、ここですね。ここから、一個飛ばしで、ここですね。うん。一個飛ばしで、入れて、よいしょ。キュッキュッキュッ。これ前俺修理したような気がするんだけどな。そうだよね。修理したんだけど、やっぱこう切れるのはやっぱどうしてもな、切れるときあるからな。で今度はここじゃない、ここね、こう一個ずつ開けていって、買い道作っとかないとね、うん、でここで、これ一つの例ですよ。まあ、他のやり方のグラブもありますからね。ここのとこだけ独立させてるパターンもあるし、ウィルソンさんなんかありましたよね。で、よいしょ。こう来たら、折り返し。折り返し。よいしょ。ここね、はい、キュッて、この、はい、いいな。で、今度はこっちへ行きます。キュッキュッて、で、穴飛ばしで残してあるから、よいしょ。こうしていくと、ほら、クロスになっていきますでしょ。キュッ。キュッ。うん。で、よいしょ。今度最後ここね、あれです。で、あとここまで来たら、ほら、できたね。普通のフィンガーチップの通し方と同じになってきます。まあ、ウェブの方のね、レースがどうやって通ってるかによって、ちょっとここら辺のこのレース、こっちのレースの回り方ね、によっても、まあ影響されるんで、何が本物、本物っていうかおかしいけど、どれがどうって言われたら困るけど、いろいろです。よいしょ。ほら、ここら辺は一緒ね、もう。あとは、キュッキュッキュッって、通していくだけです。これ、バセット入ってるから、ここちょっとな。よいしょ。ガセットの分だけこう指広がるからね、ここ閉めるのか開けるのかでだいぶこう感じも変わってくるんだけど、これぐらいにしとくか。で、残りの指、よいしょ、
中指よいしょ、リリ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 リゆるゆると止めますか。よいしょ。このもんか、ね。この時代のネオステータスね、しっかりした革で私は好きでしたけど、最近またね、あのグラブの傾向もどんどん流行りが変わってくるんで、革質もね。これ硬いんだわな、確か最初すごいこのグローブね、パンパンなんだけど頑丈でいい革なんだわなと思うんだけど、そこら辺は好き嫌いでね、硬いっていう人もあるから、最近は柔らかいやつの方が多いのかな。ネオステータスところで今あるんだ、あるかあったっけ、結構高いよネオステータスね。うん、でここ来て最後小指で、はい、止めておしまいです。よいしょ。珍しいな、でもこのパターンね。はい、いかがでしょうか。今日は Z さんワンピースの内野手のフィンガーチップレース指先紐ね、クロスロックが入るところでちょっと違うと、変速クロスロック、変速っていうのも昔いけど、まあ、こういう形のクロスロックもありますよっていうね、一例でやってみせました。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。